ミュンヒノンは、メソイオン製複素鑑式方向属化合物の一つで、ある。別名は1、3オクセソリアムマイナス5オキシド、1、3オクセソリアムマイナス5オラート、アンハイドロマイナス5ヒドロキシマイナス1、3オクセソリアムヒドロキシド、5ヒドロキシマイナス1、3オクセソリアムヒドロキシドなど。無水酢酸を用いたニッピリドン N 酢酸の 感化脱水反応によると、ミュンヒノン誘導体の初の調整は1958年に、ローソンとマイルズによって報告された。ミュンヒノン類のアゾメチンイリドの反応性及び、ピロールの合成におけるそれらのアルキンとの反応は、ロルフ・フーズゲンらによって、初めて発表された。その後、その他多多くの生成物の合成を目指した、ミュンヒノン類の科学的性質や反応性。 有用性の研究が行われた。一部の痴漢、ミュンヒノン類は安定であり、環境条件下で容易に管理できるが、親化合物のミュンヒノン自身を含む大多数は不安定である。ミュンヒノン類は通常、アルキン存在下で陰出生成させることによって、ピロールの合成における1、3、双極子不可反応の機質として用いられる。ありがとうございます。